こんばんは、フル。こんばんは。パチパチ、ありがとうございます。パチパチ。でも電動歯ブラシ使ったことないんですよね。使ったことある人いますか？電動歯ブラシ使うのちょっと怖いんですよ。うん、電動歯ブラシ使ったことある？うん、怖い。歯茎まで取れそうになる。やな、怖いねんな。でもめっちゃ綺麗なんだよね。でも私歯磨きに、あ、ごめん、止めて、息止めて。歯磨きこっちに止めました。歯磨きに5分以上かかるんで、手手動の方が綺麗になる説。お、チャミさん使ってるよ。お、どうですか、いいですか、いい感じですか。歯に当てるだけだよ。それは確かに。歯茎までやばくならへん？なんか歯茎まで現れちゃって痛いみたいになりそう。あゆさん、わかる。私もそれくらいかけて磨いてるね。なんか5分、もしかしたら5分以上やってるかも。ペンライトありがとうございます。白白ペンライト、電動めちゃくちゃ良き。あ、本当ですか。電動歯ブラシめっちゃ覗かれんねんけど。電動歯ブラシ、お話か当たって、おー、ありがとうございます。ソルトさん、めっちゃ楽しみ。皆さんぜひ、みんな覗くやん。皆さんぜひ、あの、お顔マスクでお顔が見えないので、あんまり名札を、名札をつけてきてくださると嬉しいです。汚れ取れてないんじゃないかって思っちゃう。そうです、そうなんです。座って歯磨きしたらめっちゃ長い、わかる、めっちゃ長いこと磨いちゃうね。わかります。私もあの普通にする時もあるんですけど、あ、今日は足が疲れたなと思ったらしゃがんでするんですけど、そう、しゃがんでやってたら、あ、めんどくさいな、めんどくさいなってなってたらめっちゃ長いかもしれない。けいちゃんさん、お、見落ちよし、ありがとうございます。どっか行っちゃった。歯茎に当てすぎたら痛いね。そうですね、歯茎でも当たっちゃいそうじゃないですか。なんかガッて行きそうで怖いんですよ。怖いんですよ。ラッキーナンバー、これ実はナンバーじゃないんですよ。ラッキーナンバーターゲット、ナンバーターゲット当たるかと思ったら当たらんかった。右が、今日はね、私ナンバーガールをさせていただいて、ナンバー笑顔開花宣言公演の、あの、ラストの、ラスト最後に何でしたっけ、ボールを投げてスカーフが1名様に当たるんですけど、そう、そう、右側を狙ったんです。でも結構右側でしたか。若干右側つってぐらいでしたね。でもね、まだ私は、私を応援してくださってる方に当たったことがないので、ちょっと皆さんアピールしてくださいね。ここだよってやってくださったら、ちょっとそっちを狙いたいと思います、はい、後ろ向きじゃないの。後ろ向きで投げたことない。後ろ向きでも誰かやってた、マコですかね、マコがやってた気がする。でも結局投げづらそうだったから、結局前向きになった気がします。ちょっと暗いですね、ここ。こんばんは、こんばんは。1球目惜しかった。1球目はちょっとなんか 強すぎたんですかね。なんか跳ね返っちゃいました。多分あれですか、面向きですか、面の向きがちょっと。まだ覗かれた。みんな覗くんですけど、すっごい顔してます。ここは誰です、誰でしょう。そん中にボール入れたろか。当たった時の合言葉考えといて。あー、なんやろ、合言葉は、はんなりいきますえみたいなぐらいしか思い出す、思い出すじゃん、思いつかない。ブーケトス、
ブーケトスやん。ブーケトス、ブーケトス。イントネーションがわからへん。ブーケトス、ブーケトス、ブーケトスですか？ブーケトス？へへ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 へ。みんな覗くやん。みんな覗きますね。はい。それはあ、確かに小谷里穂さんのキャッチフレーズかも。かぶってますね。え、でも逆に分かる人には分かりますか？伝わりますか？ボール入れたろかは草。誰、さっきの人誰だったと思いますか？ブーケトス、ブーケトス。マジで難しい。どうしよう。ブーケトスか、ブーケトスか、ブーケ。あかんわ、もうマジで分からへん。むずすぎ。お、すごい、9月だから稲が来ました。稲って何になるんでしたっけ？ブーケトスか、合ってますか？まあどっちでもいいんですけど。どっちでもええんですけど。あ、そうや、じゃあ1番か2番か聞こう。1番がブーケトス、2番がブーケトス。2番ですか？ブーケトス。ガチで分かる。すすき、あ、すす、いいね。じゃなかった。すすきっていう草みたいなやつですよね。稲じゃなかった。え、稲と、稲とすすきって別物ですか？稲、すすき、すすきはすすき。あかんわ、 Wi-Fi が繋がってません。ダメです。調べます。調べれへんかった。あ、ブーケトスなん？え、ブーケトスじゃないんや。え、すすきと稲って違います？稲、あ、稲からは お米ができんのか。あ、そう。すすきはただ何にもならないんですね。すすきはただのすすきが、稲が米やで。あ、なるほど。ちょっと飛んでました。稲っていっぱいあったっけって考えて違いました。大阪南港のひろしさん、はじめまして。はじめまして、こんばんは。何を運んでるんですか？いいね。すすきは猫じゃらし。ああ、ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、こういう草みたいなのが生えたら、稲ちゃうわ、猫じゃらしみたいになるんですね。なるなる、ほどほど。一つ賢になった、賢になりました。すすき好き？すすきは別に好きとか嫌いとかないですそんな日常で見ないです。でもお月見の時にあるイメージ、なんか、なんやろ、なんかテレビじゃないか、ネットとかでなんかお月見のイラストとかがある時にバイバイ、あ、みんな帰っていく、バイバイ、みんな帰っていくよ、バイバイみよっちの変なジェスチャー、私の友達がめっちゃツボって言ってた。変なジェスチャーしたことあるっけ？みよっちの変なジェスチャーとは、キューボ。みよっちの変なジェスチャーって何ですか？あ、イエーイとかイエーイとか何がありますか？あ、怒るときのもう、これもう、じゃあもうや、まあですかね。すすきとかギフトとかのものを表して、あ、これ、え、今のを見て言ってくださったんですか？それ以外なんかあったっけ？金魚とか。みよっちの最近お気に入りの楽曲が気になりすぎる。あ、皆さんツイッター見てくださいましたか？あと、モバメでも言ったんですけど、あ
最近ハマってる曲があるんですけど、まだ言えない曲なんです。これはまだ言えない曲です。だからライブに来てくださる方はちょっとどれかなって考えながら、はい、ヒント出そっかな。ライブが近くなってきたら何日目の曲ですって言おうかな。でもそんなん言っても曲数多すぎて無理ですよね。今のとかなんか前もギフトのやつつぼってたらし、うれしいです、ありがとうございます。これススキ、ススキでこういう感じで、何がありますか。ハートはハートやろ、ペンライトはペンライトやろ、アイスはジェスチャーしたことない、クマはクマやろ、クマ、ハート、だるまはやったことあるかな。だるま、だるまはすごい、お団子が来てますね。お餅、お団子、ぶどう、星、レインボースター、なんかありましたっけ。あ、カプセルありがとうございますとか。カプセルありがとうございますはやったかもしれん、これ変やな。カプセルありがとうございます、これはちょっと変かもしれません。絶対変やった。手の角度でもこんな感じですよね。アイピがミオチの印象はいい意味で頑張り屋さんらしいよ。いや、いい意味で頑張り屋さんかもしれないんですけど、ちょっと真面目すぎる時もある気がします。ですがありがとうございます。みんなが知ってる曲ですかね。知ってるかな、知ってると思います。でもそんなに最近、はい、そんな感じです。サイリウムは難しそう。何これ、コペンライト、ありがとうございますってやつですか。サイリウムは難しそうってどういうこと。これ、ありがとうございます。お、ユリイカさん、こんばんは、あら、みおちあら、ユリイカさん、やっさん、今日公園入ってました、へへへへへへ、映ってますね、皆さんありがとうございます。今日はめちゃくちゃペンライトが、あ、バイバイ、今日はめっちゃペンライトが分かりやすかった、まあ、いつもと別に暗さと明るさは変わらないんですけど、なんかペンライトが見えやすかった気がします。カワンチさん、お、こんばんは、コンサートで聴いて知らない曲にドハマりすることよく、そう、その現象です。私も全曲も48グループ全部を知ってるわけじゃないので、あ、こんな曲あったんやとか、あ、この曲の A メロってこんなんやったっけとかあるから、新しい発見がありますね。ライブが、ライブのライブが決まると、はい。マークさん、久しぶりに劇場で目をつみることができた、幸せ、ありがとうございます、ありがとうございます。キータカさん、初見です、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。それは何ですか、何に入ってるんですか。めっちゃ可愛い桃太郎、金太郎みたいな感じですね。アイテムのこと、アイテム、サイリウムって呼ぶ人もいるのか、ペンライト、そういえばカピバラの早口言葉言えるようになった、どんなに、赤カピバラ、青カピバラ、キパキバラ、無理です、相当練習しないと無理だと思います、これは。だって言えた人いないって言ってませんでした、メンバーの中で。三宅ちゃん、青のペンライト新調しなきゃ、今まで水色と水色、あ、水色と水色していたっけ、水色と青、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、15分経った、ありがとうございます、報告、お知らせありがとうございます。はい、ちょっと暗いんですけど、
一枚何がいいかな。アモクロ好きなんですよねこのポーズ。皆さん撮ってください。イエーイウェーイ。なんかいいポーズないかな。イエーイカシャ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね公演終わりでメイクが落ちてるんです。アイラインがないんですけど、ありがとうございました。では15分経ったので終わろうと思います。もし、あ、好きだましポーズがありましたね。ちょっとこれやっとこう。下がらなあかん、こうやって。テロップにかぶっちゃうけど、こうやってこうやって、なんか首がない人みたい。ちょっと宿毛矯正合ってたんですけど、巻いてるからあんまり分かりませんね。ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。ランキング13位かわんちさん、12位みやけちゃん、11位野原しんのすけのすけさん10位けいちゃんさん、9位なんて読むんですかね、三十郎さん、サーティーン郎さん、8位キンキンさん、7位山俊さん、6位ヒゲマジンさん、5位ライナさん、4位レム太郎さん、3位マスオさん、2位マヤさん、1位ヤスさん。ありがとうございました。めっちゃめっちゃめっちゃ公演でペンライトを振ってくれた方ありがとうございました。よく見えました。何人かポチャコを身につけてきてくださる方がいて嬉しいです。はい、わしの名前初見で読めるのすが、普通に読んだらしんのすけのすけさんですよね。たまにスクショが半目になってしまう。私まばたき多いんです。まばたきが多いんです。頑張って目開けとこうはい、ということで皆さんありがとうございました。次はライブで会えますかね。お話し会でも会えますか。皆さんまた会いましょう。